はい、ゲロッチョンです。今日はですね、こちらになります。はい、こちらです。はい、こちらの商品、またね、いつもの通り、リサイクル店でまたね、この家具をね、購入してきております。ちょうどね、見に行ったら、ゲロッチョンの欲しそうなね、希望しとった大体のね、大きさの家具があったので、今日はね、これを購入してきております。まあ、2000円、購入金額はね、2480円、税込みでということでね、購入してきたんですけども、これはね、どこにね、使うかと言いますと、こちらです。はい、こちらのね、スペースになります。こちらにね、このね、空いてるね、スペースがあるので、先ほどのこちらの家具ですね、こちらのこの家具を入れていきたいと思っております。サイズ測ればね、なんとかね、入ったので、入りそうなのでね、ここにね、置いてやっていきたいと思っております。まあ、こちらはね、赤手ガニさんの水槽になります。そしてこちら隣がね、アメリカザリガニですね。そしてこの横が川魚の水槽になります。ということでね、今回はね、こちらの空いてるスペースに、この2480円で買ってきたこのね、タンスじゃなくてね、家具、こんな感じですね。一応ね、軽く一応ね、綺麗には拭きましたけども、まあ購入してきた時からね、結構綺麗かったのでいいんじゃないかなと思っております。まあ、結構ね、何かに使えるんじゃないかなと思ってね、サイズ測ればよかったので、今からね、あちらのスペースにね、入れていきたいなと思っております。ではね、こちらのね、スペースにね、入れてどのようになるかね、やっていきたいと思っております。はい、こういう感じでね、今ね、家具をね、入れてみました。まあ、測ってね、買ってきたんですけども、サイズの方はね、だいたいぴったりのような感じになっております。まあ、この隙間にはちょうど空いてるんでね、ちょうどね、コンセントもね、差し入れがね、できるんじゃないかなと思っております。こういう感じですね。こういう感じでね、今セットはさせてもらっております。こちらにね、赤手ガニさんで、そしてこの家具ですね、こちら。こちらはね、水槽などのね、器具とか、まあ小物とかをね、ここにね、入れていきたいなと思っております。まあ、いい感じにね、ちょっとね、部屋の中のね、模様替えもしていこうかなと思ってやっておりますけども、まあ、だいたいこの隙間がね、ゲロッチョンね、ちょっと気になっていたので、ちょうどね、いい家具が見つかったので、今日はね、これを購入してきました。これからね、この家具の中にね、まあ、水槽に使うような器具とか入れていきます。そしてこちらの空いたスペースとかね、これからね、またね、色々と考えていきたいと思います。まあ、こちらにね、またね、水槽ね、置くのもいいかなと思ってるんですけども、またね、安い水槽があれば購入していきたいと思います。そしてもう赤手ガニさんはね、多分ね、もうこれだから、もうね、赤手ガニさんの方もね、冬眠に入ったんじゃないかなと思っております。もう餌もね、もう3日か4日ね、食べておりません。そして動いてるね、形跡もね、感じなかったのでね、多分ね、もう冬眠に入ったんじゃないかなと思っておりますんで、あとはね、ちょっとここにね、軽くね、蓋と置いてね、冷気がね、なんかちょっと入らないようにね、していきたいと思います。こんな感じですね。赤手ガニさんはもうね、春までね、寝ていただきたいなと思っております。でもね、途中で冬眠がね、目が覚めたらね、困るので、まあ1週間に1回か2回ぐらいはね、餌のね、取り替えはしてみたいと思っておりますけども、まあこういう感じですね。あとはちょっとね、もう一度ね、片付けるまで軽くね、この辺ちょこちょこと片付けて、もう完全にね、春まで寝てもらいたいと思います。ということで、今回ね、こちらの家具買ってきて、このちょうどね、いい感じにね、隙間に入ったので、これから使っていきたいと思います。ということで、今日はね、2480円で家具を購入してきて、まあこういう感じでね、収まってくれたということで、ぴったりに良かったんじゃ思います。これ長いこと探していたんですよ、この隙間に入ってくる家具ね。今回見つけたので、すぐに購入してきました。ということで、これからもね、いろいろとね、動画上げていきますので、よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。